怖いと思う宗教、第7位からお話をします。ここら辺からちょっとですね、勧誘とか強引な宗派になってくるかなというふうに思います。7位、9票入ったんですけど、これは幸福の科学です。まあこれはですね、本当かどうか分かりませんけど1100万人いるということで、まあ信教宗教の中ではまあこう一番多いくらいです。聞くところによるとですね、まあこうですね、現代社会が生み出した宗教という言い方があるそうです。まあ岡里帆という人がですね、まあ、教祖なんですが、この人がやっぱりやたら本を出します。で本を出して、それをまあこう信者さんが買います。でそうするとですね、幸福の科学の場合は筆記試験のようなものがあるそうです。それでまあ幹部になっていくということで、そのこう新しく出てく本からまあこう出題されるというようなことで、必ずそのまあこう試験を受けるためにはその本を買わなきゃいけない。そういうことでですね、まあ、こう自分のところで出版本を持ってですね、で回していってると、まあ、いうことです。我々はやっぱり日本人っていうのはその長い歴史の中でですね、学歴社会であるとかですね、まあ、こう競争社会の中を生きてきてきたんで、まあ、そういうのに煽られてしまいやすいというか、まあ、そういうところでまあこう出現しているまあ宗教なのかなと思います。まあここもですね、やはり政党を持ってますね、幸福実現党というのを持ってますけど、まあ今のところはですね、まだ当選している方はいらっしゃらないようで、影響はまあ政治的影響はあまりないかなというふうには思います。6位になっているのが検証会といいます。検証会もあまりですね、世間的には知名度はそうでもないなというふうには思うんですが、実のところですよ、私が一番危険な宗教というのは検証会ではないかなというふうに思います。もともとは日蓮召集というのを、まあ、信者さん、講とかいうのをやってた団体なんですが、まあ、簡単な言い方をすると創価学会の過激派みたいなグループです。これについてはですね、また近いうちに、ね、動画でも出してですね、紹介しようかなというふうには思っていますので、ここではまあちょっと簡単で済ませます。5位がですね、まあ、18票入っている浄土真宗親鸞会ですね。これに関してはですね、この前動画を出したんで、まあ、それが影響しているのかというふうに思いますので、これもですね、まあ、内容についてはまあ他の動画で紹介してますので、省略します。4位が、まあ、30票入っている創価学会ですね。まあ、1948年できてですね、192カ国にあるそうです。で、まあ、1200万人いる、まあ、日本ではですね、827万世帯と、まあ、いうことです。で、まあ、ここもですね、まあまあ、政治のですね、公明党というのを持っているということです。で、まあ、創価学会はですね、まあ、昔はかなり過激でした。まあ、そういう話もまた機会があればしたいと思うんですけど、ただ怖いのがですね、政教新聞という、まあ、こう、こう新聞を出していることですね。で、この売り上げがですね、ちょっととてつもないんで、ちょっとそこにこう資金力、そういうものにちょっと怖さを感じます。政教新聞は550万部出てます。これはですね、読売新聞、朝日新聞に次いで3番目です。で、4番目の毎日新聞よりもかなり多いということです。で、この売り上げがですね、一月で100億と言われています。一月100億です。これはですね、ちょっと驚異的な数字かなと思います。オウムの時でさえですね、オウム真理教の資産が9億円ぐらいあるとか言って、まあ、話題になってましたけど、もうとんでもない資金力を要しているのが、まあ、創価学会ということです。3位が、まあ、当然出てくると思いましたけど、オウム、今でいうアレフになります。ここは一応38票入ってますが、まあ、これはもう皆さんご存知のようにですね、サリン事件とか、まあ、そういうのがありましたんで、誰でも知ってる宗教だと思います。で、まあ、これについては、まあ、結構大きな事件になりましたんで、皆さんはこう別に特に注意喚起しなくても皆さん知ってると思うんで、これもちょっと、まあ、簡単にして飛ばします。2位が上58票エホバの証人、物見の塔という雑誌で有名ですけど、このエホバの証人はですね、やっぱりこう規制が厳しい、離婚はしちゃいけない、兵役には行かない、それと、まあ、
皆さんがイメージしていると思いますけど、輸血がいけないと、まあ、いうことです。日本でもありましたね。まあ、お父さんお母さんがですね、このエホバの証人を信仰してですね、子供が輸血すれば助かるのに輸血しないでくれと言って見殺しになってしまったと、まあ、いうような事件が過去ありました。まあ、それでまあやはり怖いというイメージがあるのかなと思います。日本ではですね、エホバの証人は21万人と、まあ、いうふうに言われています。1位が統一教会、世界平和統一家庭連合ですね。これはもう今話題になってるんで、皆さんもご存知だと思いますし、まあ、これも、まあ、統一教会についてもですね、前に動画で出してますんで、まあ、簡単に済ましますが、これは76票入ってます。で、まあ、最近は気がついたのが、私たち私はですね、保護司というのをやってるんですけど、それで法務省が提唱している活動もやってるんですね。で、その中に社会を明るくする運動というのがあるんですが、この世界平和統一家庭連合でですね、明るい社会を作る婦人の会というのがですね、非常に紛らわしいこう名前でですね、我々がやってるのは法務省が推奨している、まあ、こう会なんですけど、まあ、こういうものが結構あるということを、まあ、知っていただけたらなと思います。まあ、これもお話したかと思うんですけど、市民大学講座とかですね、まあ、こういろんな名前をつけてますけど、全く違う団体でですね、似たような名前をつけて関与してくる、まあ、こういうことに関してはですね、やっぱりこう注意しなきゃいけないかな、なんていうふうに思います。とりあえず今日はざっとですね、まあ、まあ、新興宗教の、まあ、お話をさせていただきました。これからですね、また まあ、特に気になるものに対しては個別にお話をしようかなというふうに思います。まあ、どうもありがとうございました。